マルティスト・ロワイアルとは、アイルランド生まれの競争馬、シュポバである。全員姉に、ディアン・ヌ・ショー優勝馬、アック・ウェロリスト、重視に1998年のセンギニー、優勝馬ケープ・ベルディー、おじに1993年の、ブリーダーズ・カップ・クラシック優勝馬アルカングがいる。なお、性別上はお馬であるが、発育不全により、清掃が、 体内に残ったままの停流清掃の症状を抱えており、英語での性別表記では5歳以上のお馬を表す、ホースではなく、同性の持ち主であることを表す、リッチリングと表記される。表出していないだけで、抗ガ自体は持っているため、千馬ではない。姉のアクアレリストと同じくデビューはフランスで迎え、ロンシャン競馬場の新馬戦で2着となった。2戦目で、 初勝利を挙げると、一般戦の2着を挟んで、続く一般戦、準重賞と2連勝した。しかし、重賞初挑戦となった G2 業務ドルナーの賞では8着、自走の G3 も6着に敗れ、平凡な戦績で3歳シーズンを終えた。4歳になっての復帰2戦を、それぞれ2着4着として、4度目の重賞挑戦となった G3 ラクープで重賞を初制覇した。 この後場所が変わり、アメリカの女性長教師、ローラ・ドセルーの元に天馬や囲碁同地を主戦場に走ることとなった。移籍後は構想を繰り返していたものの、6歳を迎えるまでに発戦して2着3回、3着3回と、勝ちきれない競馬を続けていた。5歳最後の競争となった、ハリウッドダーフカップハンデギャップの後に、ローラ・ドセルーが引退し、 代わって、名調教師、ニール・ドライスデールが新たな担当となった。その後長期の休養を経て、デルマー競馬場の一般戦で復帰し三着とした後、前年三着に敗れていた CL ハーシュ、記念ターフ選手権ステークスに出走。前年の優勝馬ザティンマンを一馬身差し切り、念願の G1 制覇を遂げた。この年は、日本のジャパンカップにも出走しており、 7番人気で、カチウマ・アドマイヤムーンの8着に敗れている。7歳となった2008年シーズンは、フランク・イー・キルロー・マイルハンデキャップから始動して2着、続くアーケーディア・ハンデキャップでは4着、ウッドフォード・リザーブ・ターフ・クラシックでは、カチウマ・アインシュタインに2馬身離された3着と、勝ちきれない競馬が続いていた。しかし6月7日の、チャールズ・ウィッティンガム・メモリアルハンデキャップにおいて、 西海岸の古豪、ラバマン、及び、モンザントとの首差の激戦を制して優勝、G1 競争2勝目を挙げた。その後5ヶ月の休養が当てられ、休養後の11月に、一般競争に出走したが2着、また香港カップへも遠征したが11着と、大敗した。8歳となった2009年は、サンマルコスステークスから指導し、一番人気に応えて、これを解消した。 しかし以後は勝ち星をつかむことなく、翌戦のフランク・イ、e、ー・キルローマイルハンデキャップは5着、3塁レイハンデキャップでは3着、連覇のかかったチャールズ・ウィッティンガムメモリアルハンデキャップもミッドシップスの3着に敗れた。以後もアメリカンハンデキャップ2着、エディ・リードハンデキャップ4着、デルマーハンデキャップ4着と敗れ続け、再度出走した CL ハーシュ。 記念ダーフ選手権ステークスで6着に終わったのを最後に競争生活の引退が宣言された。引退後はフランスのエトリアム牧場で種ボバとなった。ありがとうございます。